はい、しおです。今日はですね、睡眠にトラブルを抱えている人、まあ、例えば寝つきが悪いとかね、すぐ中途覚醒してしまうというか、すぐね、目が覚めてしまって、その後なかなか眠れないだとか、まあ時にはね、一晩中こうなかなか眠れないみたいな、そういった睡眠のトラブルを抱えている人が、まあ何をすべきかっていう話なんですね。睡眠のトラブルを抱えている人っていうのは、よくね、病院に来てですね、睡眠薬をもらったりするんですね。まあその時は多くはですね、ベンゾジアゼピン系といってですね、まあ脳の機能をですね、完全にこうシャットダウンするような、そういった睡眠薬を飲んでね、眠る人とか、あとは抗不安薬みたいなね、まあ少し弱い薬ですよみたいな感じで言われるわけなんですけども、やはりね、脳の機能に、まあ何らかのね、修正を加えるものであるわけなので、まあ脳の機能をね、シャットダウンする可能性は高いわけですね。まあそうなると、結果的にどうなっていくかというとですね、まあ薬で脳の機能をですね、抑えているということは、その時間脳を使ってないということになるんですね。まあ脳ってのは、どんな時でもですね、使わなければ萎縮していきます。ですので、薬に頼ってですね、睡眠を導入しているようなことがあると、それはですね、まあ脳がどんどんこう萎縮していくリスクがあるってことなんですね。睡眠薬をね、長期に飲むと認知症のリスクが上がる可能性があるってことは昔からこう言われているんですけれども、まあ機能のね、まあ基準からするとですね、全く無関係ではないってことはわかると思いますね。じゃあ、睡眠不足とかね、その睡眠障害のある人はどうしたらいいかってことなんですけども、薬ではなくてですね、やはりこう自分でできることでチャレンジしていってほしいんですね。まあ、例えばそのブルーライトをカットするだとかね、それから、まあ、睡眠の時間をね、ちゃんと一定に保つだとか、一般的にね、言われているようなことも大事なんですけども、それよりもですね、やはり運動をするってことが一番の大事な要素だってことなんですね。で、運動そのものはですね、まあ、体力を上げてくれるっていうイメージですけれども、健康上のメリットは数限りなくあるわけですね。ですけれども、運動と睡眠の関係っていうのはですね、まだまだですね、解明されていない謎の部分が結構いっぱいあるんですね。定期的にね、運動することによってですね、睡眠のリズムがどんどん整っていくなんて研究データもあるようにですね、睡眠障害のある人っていうのは、運動のことをですね、決して無視してはいけないんですね。体の中で免疫力ってことが非常に注目される。まあ、体をね、整えていくことが大事なんですね。まあ、そのためには、睡眠不足ってのは絶対に避けなければいけないわけです。生活スタイルをですね、チェンジして、ちゃんと睡眠の取れる体に持っていかなきゃいけないので、ぜひね、睡眠のトラブルがある場合はですね、運動を開始してほしいんですね。運動をすることによってですね、まずまあ、その短期間でもね、長期間でもそうなんですけども、まあ、エネルギーがね、使われるんですね。で、そのエネルギーの枯渇するプロセス、で、それが回復する過程でですね、まあ、睡眠の質を上げる効果があるんじゃないかってことが言われています。実際その運動中にね、体温がこう上がるという情報が日中にですね、記録されることによって、夜寝るときにですね、スムーズにこの体温の低下が起こることによって、まあ、結果的にですね、運動することによって睡眠の質が上がるなんてことも考えられてるんですね。朝と夜ですね、どっちがいいんだ、運動するとね、睡眠に影響するんだってことをいろいろ研究されてるんですけども、まあ、結論からするとね、朝でも夜でもいいので、運動するとですね、まあ、睡眠の質は上がるということが分かっています。ですけれども、まあ、実際ね、朝運動してしまうと、日中疲れてしまうんじゃないかってことを考えるかもしれないんですが、現実的にはですね、朝運動すると、まあ実はその疲労の回復っていうのは日中の起きる間にも起こってるんですね。なので、睡眠をしないとね、疲労が回復しないということはないということがあるので、ぜひね、もう朝運動するってことをですね、やってもらいたいんですね。まあ夕方運動するとですね、交感神経が興奮してしまってね、かえって眠れなくなっちゃってしまったりするリスクっていうのもあるので、まあ基本的には朝運動することをお勧めするわけなんですけれども、やってみると、最初のうちはですね、なかなか慣れないので、朝運動するってことに対して、ね、すごく抵抗があるんですね。まあ、この朝の起きがけにですね、運動するとかえってトラブルになるんじゃないかって思うかもしれませんが、このあたりはね、体の慣れなので徐々にやっていけばいいと思うんですけども、まあ、朝の運動をすることが結果的にですね、夜の睡眠につながるんだよってことをですね、意識してもらいたいんですね。運動をすることによって、変わったという研究はあるのかということなんですけれども、研究ではですね、明らかに運動することによって、睡眠導入される、寝つくまでの時間が短くなるっていう研究データであったりだとか、それから不眠症を訴える人のですね、4ヶ月の運動プログラムによって、不眠症が改善したなんていうデータもやっぱりあるんですね。だから、定期的にですね、運動することを心がけることによって、睡眠の障害っていうのはですね、改善する可能性があると。で、これはですね、年齢に関係がないんですね。まあ、高齢になってくればなってくるほどですね、睡眠っていうのはどんどん短くなってくるんですけども、眠るまでの時間もね、やっぱり長くなってくる傾向があるんですね。高齢者っていうのは、睡眠の導入もなかなかうまくいかなくて、睡眠の維持もなかなかうまくいかなくてっていう状態になりがちなんですけれども、定期的に運動することによって、高齢の人でもですね、スムーズに睡眠に入って、そして、適切な深い睡眠が得られるっていう結果が得られています。
まあ、運動の種類はね、どんなものでも基本的にはいいんですけれども、まあ、有酸素運動でもいいですし、有酸素運動プラス筋力トレーニング、この組み合わせでもですね、どちらでも睡眠の質ということに関しては変わりないという結果でしたので、まあ、睡眠だけのことを考えるとね、まあ、有酸素運動でも、どんな筋トレでもですね、どんな運動でも構わないと思うんですけれども、ただ基本的には全体の健康のことを考えるとね、まあ、筋肉をつけていくってことは重要になってくるってことになるんですね。で、あと、睡眠に関して言うと、昼寝なんですけれども、昼寝はですね、必ずですね、30分以内に抑えるってことが重要になってきます。まあ実はその30分以上寝てしまうとね、まあ疲労のその回復ということに関して言うと逆効果であるというデータもありますし、まあ実際はですね、30分の睡眠によって疲労が回復しているかどうかっていうことに関しては、これもね、まだ研究上では分かってないですね。ですけども、30分ぐらいですね、寝ると、まあ基本的に眠気が取れたな、まあ主観的な眠気が取れたなとかね、疲労感、主観的な疲労が取れたなっていうような、まあ感想が得られているんですね。まあただ実際にはですね、これはただ単に眠る気持ちがなくなっただけみたいなことも言われているので、実際に疲労感が回復するかどうかは別として、基本的に眠ろうということをね、考えずに午後生活できるってことに関して言うと、まあ短時間でもいいのでね、睡眠取ることが重要になってくるんですね。そして、まあこの睡眠は、夜の睡眠にはあまり影響を与えないんですね。だから、まあ、朝しっかり運動して、まあ、昼ご飯ね、食べて、あとちょっと眠くなったら少しだけ、眠るようにして、まあ、夜を迎えるとですね、まあ、日中に行った運動によって睡眠が導入されるということがあるので、ぜひね、まあ、睡眠に対して障害があるとかね、なかなかね、眠りが深くならないっていう人はですね、必ず運動をするということですね、頭に浮かべてほしいんですね。決して安易にですね、まあ、薬に頼るってことなく、睡眠のことをですね、自分で克服してもらえるといいかなというふうに思います。今日の話の役に立ったよって方、高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。